はい、こんにちは、ショウタです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。で、ね、コメントでそうアクーラオスは無限ダイヤでいけますよみたいなねコメントもらったんで、いろいろ調整とかちょっと調べたりなんかいろいろダメ消して準備してきたんで使ってきます。で、相手、ウーラオスがいるのはいいんだけど、相手も無限ダイヤいるんだよな。どうしよっかな、これ。ただ無限ダイヤは、ラキドヒドっているとかなり安定的に見れるから、無限ダイヤラッキードヒドイでって選出すれば、相手のラプラス以外にはかなり安定するんだけど、ラプラスがうざいなぁ、マジで。抜け人持ってってもラプラスしか見れないからなぁ。無限ダイナ、ドヒドイでラッキーって選出して、初手でラプラス当てて、ダイマックスにラッキー引いてデンジャー入れてとかで頑張るか。これでいきます。多分だけど無限ダイナ、ラプラス、サンダーかウラオスみたいな選出をしてくるのではないかなと思っているんですが、初手が結構重要な気がする。ラップから来るよね。いや、ここ相手ダイマックス以外切れなくない？僕の無限ダイナがメガネでさ、ダイマックスとか打つこと考えると、受かるポケモン、ナット引けばいいみたいなとこあるけど、じゃあ打ち替えできるやつで突っ込んできたらとか考えると、さすがにここダイマ切ると思うんだよな。さすがにダイマ切るでしょ、ここ。だ初手で投げてんだから、多分無限ダイナと当てて、ダイアイスで殺す、戦慄で殺そうとかってことだよね。はぁ、あ、はぁ、あ、ねえ、じゃあ殴ればよかったんだけど。ただサンダーには無限ダイナでまだ、抗えるから、もうとりあえずデンジャー入れるしかないけど。ねえ、へへへ。はい、じゃあそのまま続けて2戦目やっていきます。これね、ブラックキュレムね、マジで。多分クレベース入れないと受かんない、クレベースでも受かんのかな？わからんけど。クレベースあたりが受け駒になれるかなとかって考えてたんだけど、ダメ系まだしないからわかんないんだけど。他に受けれるポケモン別に想像つかないんだよね。ブラックキュレムに関しては。どうすんだろう。ラッキーでサンダー受けとかしたタイミング出てきて自敗入れて、エスバからブラックキュレムに繋がれると多分無理なんだよな。てかそもそも、カバルドンがめちゃくちゃきつくて、一体寝かせる前提。あと無限ダイナのダイマックス層で落ちないから、頑張ってラッキー絡めて削るしかないか。無限ダイナラッキー。で、レヒレじゃないや。ウサギのやつと、てかウサギ2体考えたらドヒドでいいから、無限ダイナラッキードヒドとかになるのかな、選出は。ラッキーから入るべきだと思うんだよな。で、ドヒド。無限ダイナで。ゾロアークはちょっと、さすがに、考慮しても仕方ないかな。で、ザシアンとかがさ、選出されてるか分かっちゃうバグ、ゾロアークに適用しろよな。そしたらみんな幸せじゃん。ゾロアーク、いるかいないか分かんだから。それで、いいと思うんだけどね。ザシアンとさ、ザマゼンとちょっとかわいそうじゃん。ゼルネアスもそうだけど。キュレムから来た。で、ラッキーの役割対象のサンダーは、多分、ダイナでも対面からなら、ダイジェット2発撃たれるだけで死ぬから無理なんだけど、なんとかごまかせないかな。再生連打でこっちいいから、隙を見て、毒をぶち込むのと、リュウマイから来た。とりあえず OK、これ当てんのでかい。ただサンダーはね、多分ダイナでそこそこ、うわ、ラムか。えら。えら。ダイマ切ってくる。えらいなぁ、えらいなぁ、めちゃくちゃえらいなぁ。耐えなかったら負け。ガチで止まらん。ブラックキュレムマジで受けれないんだけど。どうすんの？受けれないんだけどっていうポケモンがさ、マジでめちゃくちゃ増えたよな。多分、ダメージ計算すれば受かるルートが見つかるのかもしんないんだけど。オッケー、耐える。
えらい。ラッキーがマジでえらい。B 振ったの生きるな、こういう時。オッケー。弾だとね、殺せるんだよ、多分これ。ラッキーを、相手視点は。なんだけど、ね、まあ、まひってもらったから、きついなぁ。一回ぐらいどっかでまひってもらわないとさすがに無理だ。オッケー、でかい。めっちゃでかい。いけるいけるいける。ワンチャルワンチャルワンチャル。一回まひってくれるだけで全然違うからね。で、ここもまひってお願い。ここもまひって。まあ、さすがにそんな都合のいいことは起きなくて。だからラッキー死ぬターンが一旦これで遅くなったから。ドヒドイデを出しても多分焼け石に水だよね。まあ、とりあえず足遅くしてるから、ダイマックス砲でこれを処理したい。チビになって。いや、落ちるかな。一応、高いランス引けばこれ、耐久振ってないんだったら飛ぶことになってるんだけど。確か。まあ、麻痺ってくれてもいい。オッケー引くならいけるわ。いや、だったらステロも巻いときたかったな。まあ、言ってもしゃあないか。ただ、カバルドンのその後出しはどうなの？成立してんの？あくびはとりあえず入んないんだけど、自信がきついな、裏の人だから。勝った。ダイナが火力ねえわ。C あんま、C 振ってないと。自信もらっちゃうけど、コスモパワーとか考えたらさ、ここ割とさ、カバルドン吹き飛ばしてくるくない？ダイマックスを打つわ。多分吹き飛ばしたんだよな。ここコスモパワーで粘られる方が多分やばくなるから、早めに吹き飛ばすなら吹き飛ばしたいはず。暇だし、他にすることなくて。あー、まあ一回ぐらい自信をしてくるんかな。そうだよね。吹き飛ばすよね。早めに。ドヒドイで。まあ、ちなみにさっきのとこ、ブラックキレムまひってくんなかったら多分ドヒドも捨てて、ターン稼いで無限ダイナで切り返す感じになったと思うんだけど、まあ、いけんじゃないかなって。これ僕、ダイマックス切んないことになるな。そうなると。無限ダイナがダイマックス切れないからさ、ダイマックス枠、ないんだよね。キュレム。ここのキュレムの後投げ、どうするかだな。こっち視点ダイナに引きたいけど、それ読んで相手、ドラゴン技押せるよね。ただ、竜舞を2回まではされてもいいんだけど、3回されると、さすがにちょっとまずくて、ただカバルドも後投げもできないから、殺していけることを考えると何とも言えないな。ダイナ失うとこっち即負けるしな。かといってエレキフィールド何ターン？一ターンか。まあ投げるなら早い方がいいかな。多分砂も入ってるからダイマックスで落ちる圏内だと思うんだけど、電気、押すなら電気技押しててほしいなぁ。まあ、フィールドもあるし、ダイナネームもまあまあ入るだろうとで。ちゃー。ちゃー、止まって。止まって、止まって、止まって。ちょっとで。3回。この辺で、この辺、この、次当たると死ぬんだけど、危ねえ。生き残っており、砂舐めのそのダメージ量が、なんかバカになんない量してるんだけど。で、こう引くなら再生したくて、突っ込んでくるならダイマックスそうなんだよな。だラス、いやー、サンダーがちょっと困るけど、まあ上からでもこうやって再生できるから、こうダイマックスそうでいいわ。とりあえずこの対面の処理を優先したい。無限なやつ使うの。さあ、ほぼ初めてだから。
技構成とかもね、結構悩んだし、結構微妙なとこもあるんだけど、まあ使ってみないことにわかんないから、とりあえず使おうと思って無理やり、なんかそれっぽくして持ってきたんだけど、やっぱ強い、ベースが強いポケモンだから、まあまあ強いんだよね、それはね。で、まあカバーにあくび入れられるのはドヒドかなんか寝かせていいかな、こうなると。カバーから入ってくると思うんだけど、本当はラスイチが見たくて、こいつがダイマックス砲で落ちる圏内じゃないから、で、地震がき、まあ、受かってはいると思うから、再生でいいんだけど、まあ、地震連打してくれるんだったら砂枯れるし、余裕できてくると思うけどね。地震、どんぐらい入る ?A とか絶対振ってないはずだから。ああ、受かってるよね、さすがに。ただこっち再生しか押せないから、あくびは絶対どっかで入れられちゃうわけで、そのタイミング次第かな。まあ、カバー吹き飛ばしあるからコスモパワー持ってても粘れないしね。なんか、無限ないな、コスモパワーがね、結構メジャーみたいなんだけど、まあ、裏に引いて、役割対象以外も、裏に引いてみること考えたら、なんか、技範囲広げた方がいいのかなとかって思って。まあ、単体で見れる範囲が結構広い。S 早くて上からコスモパワーして、かなり広く見れるようになるんだけど、そうすると、その再生コスモパワー、毒、炎技とかになって、ダイマックスをできれば打ちたいなと思ったから、まあ、こういう構成にしてきたんだけど。だからこういう終盤のなんか、無理やりコスモパワー連打して、さあもうねじ込んで詰めに行くみたいな動きができるのは、ちょっとコスモパワーいいなと思ったんだけど。で、ラスト S 場でも相手ダイマックスないから、まあ割と切っちゃってもいい気がしなくはないかな。とりあえずネット打って、こ、いや、これ地震で負けか?引いた。ここ地震だとちょっとまずいかなと思ったんだけど。ダンサー。どうしよっかな。また TOD にはおそらくさせないから。てか今んとこ地震打たれてる方がきつかったくね?マジで。残飯。これボルチャンないな。即引くか。ダイナに。多分地震撃たれてドヒド殺されてたら負けてたんじゃないかな。かといって砂であるから、ヘドロの回復量稼げないし。難しかったんだけど、回電波 OK。無限内だね、何が強いってね、サンダーとかに上から毒が入れれるのがめちゃくちゃ偉くて。サンダーって結局さ、受けが効くポケモン投げても羽で粘られて殺せないみたいな。ラッキーとかそうなるんだけど、それをね、解消できてるっていう。上から、他に多分アーゴ4ぐらいなんじゃないか。ただアーゴ4耐久あるポケモンじゃないから毒の運用結構難しくて。オッケー、これでサンダーはとりあえずなんとかなるから。まあ、毒連打かなぁ。オーデン。毒連打もしたいけど、無限、いや、放電、微妙。正直結構微妙。ただ、居座り続けるとサンダー削れてって、かばるのにいつか結局効かなきゃいけなくなるわけだから。毒を押したいし、こんな早く引いてくるかな。まだ再生押す場面じゃないから、多分放電でまひらせるまでは、突っ張ってくるんじゃない?あ、そうだよね。で、まあ、ラストカバルドンに毒入れるかなんかで頑張れればいけるでしょ。放電。いや、マジで相手がね、サンダー引いてくれたおかげで、なんとかなってる。あ、無限ないな、まだ攻撃技しか見せてなかった。あれ?見せてた?カバにダイマックスを打ったか。あと、キレムに打ったから、多分、アタッカーとかって思って、で、なんかカバー引いてきたのかな。サンダーで回電波打てばいけるやろみたいなノリで。そういうことなんかな。今何してきた?放電まひんなかった話か。まあ連打するか、それなら。OK。
じゃ無限大な結構なんかね、いろいろ開拓の余地がある気がするから、これから考えていきます。じゃあ、お疲れ様です。